美肌になるためにしている3つのルーティンを紹介するよ。まずは角質ケア、ブライトニングピーリングジェル。肌を撫でるようにクルクルするだけで不要な角質だけを落としてつるんとした肌にしてくれるの。お肌のごわつきが気になっていたけど、これはお肌を滑らかにしてくれるから本当に感動。トーンアップ効果もあるから肘やかかとなど黒ずみが気になるところにも使ってるよ。そして必ず保湿、レッドブレミッシュクリアスージングクリーム。水分たっぷりだからピーリングした後は特におすすめ。みずみずしくしっかり保湿されるのに重たくないから使い心地がいいの。重ね塗りをすればスリーピングパックとして使えるし、オールインワンとしても使っていいのが嬉しい。朝には必ず日焼け止め、ブライトニングアップ3プラス。伸びが良くてパッとトーンアップしてくれる日焼け止めだよ。サラッとしててマットな使い心地がすごくいいの。紫外線ケアは見落としがちだけど、スキンケアと同じぐらい大切で、紫外線ケアをしっかりすることでより健康的なお肌を目指せるんだって。みんなも使ってみてね。